私なりにこの中核層で大事な、要件というか必要なことって3つぐらいあるのかなと思ってまして、で1つはやはりこの全体のこと、社会のことをですね、自分のこととして考えられる人材ですよね、うん、それから2番目はその全体社会のためにですね、必要な情報をきちっと伝えられる人材、うん、で特に最近はこういろいろな新しい技術だとか新しい社会の動きがあるので、こういうことがきちっと伝わっていないとやっぱり全体のいい意思決定ができないので、こういうことがやっぱり伝えられるっていう、そういう役割を果たす人材、 それから3番目がその、少数者あるいは欠席者とおっしゃっていた、そういう方々の権利をきちっと大事にして意思決定ができる人材という、この3つがやはり中核層に求められることなんじゃないかと。それで特に最近ですと SNS と言われているようなこうインターネットを通じたコミュニケーションというのが随分発達してきているので、やはりそう SNS を使ってインターネットを通じて新たなコミュニケーションをしていく、そこでコミュニケーションをこう強化していくっていうのがとても大事なことなんじゃないかと思ってるんですね。それでまずこういう人材っていうのを一体どうやったらこう育てていけるのか、どういう経験を積ますとこういうことができるようになっていくのかということなんですけど、そこはいかがでしょうか。企業なんかの場合にはやっぱり3つぐらいのグループが一緒に仕事をすることがしばしば多いですね、うん、例えばドイツの研究所とカナダの研究所と日本の研究所が全部隣り合わせに座ってるからごとく週に2回ぐらい共同研究するっていう、うんうん、そうするともう前もって準備をしてこう相手の立場も十分理解して喋るということに訓練せざるを得ない。なるほど。相手の立場を考慮しないとなかなかいい意思決定ができないような、まあ、場所なりそういう仕事を任せるっていう、そういう経験をまずは積ませておくっていうことが大事なんですかね。で、まあ、技術の議論とマーケットの議論が同時に平行的に起こるわけですから、うん、やっぱり上に立つものは技術以外のことは分からないじゃ困るんで、うん、やっぱりマーケットのことも十分理解した上で両方喋るっていう、うん、なるほど。だから上の方の人はやはり中核層的な能力っていうものが要求されるでしょうね、うん、そうすると早いうちからやはりそういうようなこう多様な意見を調整したりだとか新しい情報を持ってくるだとか、こういう必要性に迫られる、まあ、機会を増やしていくっていうことですね。そうですね。でそれに IT やその AI がまた入ってくるわけですから、うん、非常に情報量はもう2乗3乗に増えてくるわけですから、うん、大きな情報の中で自分の考えを言える人というのはこれからの大きな条件、うんうん、そうですか。その調整だけではなくて自分の声をちゃんと言える人っていうことですね。でそれはまあ今おっしゃってた社内の話もありますけれど、さっき申し上げたような、SNS だとかインターネットを通じて自分のこうコミュニティに発信していくっていう、そういうことでもいいわけですかね。そういうことですね。なかなか社内だと、まあ、声を出せるポジションにあれば出しますけれど、そういう立場にない人でも、そのインターネットを通じたコミュニケーションを作っていけば積極的な発言をしていけるっていう、そういうふうに理解するのがよろしいですかね。そうですね。外部の人が中核層的な役割をする場合は社内の人が言いにくいことはそういう人が代弁して言ってやられたんですね。うん、その欠席者少数者の権利を大事にして、そういう人たちの意見も尊重して意思決定をしていく、でここがお話の重要なポイントだったと思うんですけれど、そこは確かに大事だなと思う反面ですね、どの程度尊重すればいいのかとかっていうのがやっぱりなかなか難しいんじゃないかと。尊重しすぎるとですね、あまりにも本当に一人の少数者の意見も全て聞いてしまうと全体の意思決定歪んでしまいますし、かとして全く無視してもいけないんだろうと。尊重するっていうのはなかなか言うのは簡単なんですけど難しい判断を迫られるんじゃないかと思うんですけど、そこはどう考えたい。だからやっぱり欠席者の意見をどの程度までその重視するか、反対者の意見もどの程度まで重視するかってやっぱり ABC の組み合わせでやってるうちに信頼って出てくるんでしょうね。うん、なるほど。そこにある程度の信頼が必要だっていうことですかね。そういうことはやっぱりこういう会合をすることによって上に立つ人ほどどうすれば信頼されやすいのかということが一つのリーダーシップなんていうのはね、うん、今のお話を伺っているとある種この民主主義
のメカニズムっていうのはかなり高度なメカニズムで、形式的にはこうルールが定められていて、過半数を取った人の意見で決まるとか、あるいは場合によっては3分の2の意見で決まるとかっていう、その多数決ルールで単純には決められているわけですけれど、裏側ではその少数者や欠席者の意見も尊重するという、このインフォーマルなルールの下で全体の大きな民主主義は本当は支えられているんだと。そういうものに対する信頼とルールですね。なるほど、うん、でそういう信頼に基づいて本当の意味での民主主義が回るんだと。で残念ながら日本ではなかなかそこの部分は、まあ、確かに会長のお話を伺うと教科書ではそういう話は読んだなという記憶があるんですけれども、うん、実際の意思決定のメカニズムの中ではそういう話が十分にはこうみんなに伝わっていなくて、多数取ったんだからこっちの意見が通るんだとかいう単純な話に落ちてしまいがちなんだと思うんですね。だから権力が強い人の意見はできるだけ尊重しようとかね、そういうこう違った要因の方の価値観ではなくって、それぞれの立場の大事な意見は全部聞いて尊重しようという、うん、一つはやっぱりフィロソフィーの問題かもしれませんね、うん、そういうフィロソフィーっていうのはやはりある種の草の根的というか、まさにこの中核層がそういうフィロソフィーを身につけてこう大きな意思決定をしていくと。 そうです。それによって初めてこう真の目指すべき民主主義が実現するというふうに理解するわけですね。だから相当なれば訓練が必要でしょうね。なるほど、うん、そうすると民主主義ってなんか法律やあるいは制度を作ればそれで実現するわけではなくて、そういう意味でのフィロソフィーを、それぞれが高めていってこそ初めて実現すると。で日本の中でそういうより良い民主主義を実現するためには、できるだけそういう高いフィロソフィーを持った中核層を増やしていったり、伸ばしていかなきゃいけないっていう、そういうお話でしょうかね。IT が入ったことによって多様なものを同時に考える習慣というものを、やっぱりこれからの経営っていうのは要請されるでしょうね。なるほど。